我们所尊敬的是日本天皇。いや我々が尊敬してるのはやっぱり日本の天皇陛下です。这有一点像澳大利亚跟那个跟那个纽西兰，他们把英国的女王当作他们的精神领袖。じゃあニュージーランドかオーストラリアと同じようにカナダも要するにイギリスの、連邦ですね。要するに連邦そういう国同じようなパターンに なります。当然，我现在所讲的，我们还要再跟美国一起商量，然后还要想办法跟日本商量。まあ現在はアメリカと、話し合いしてます。まあもちろん日本とも、お話ししてます。当然，这个里面现在的日本政府是不能管台湾的。まあ現在の日本は台湾の管、日本政府は現在の日本政府は台湾の干渉はできません。因为就像和平条约的第二条，和平条约の第二条で将日本政府放弃台湾的主权权利。その第二条は日本政府は台湾の主権権利を放棄しますと。那个英文是 Japan renounces all right, title and claim to Formosa。OK， 那个这里面那个 right, title 跟 claim 啊，三个后面都没有加上 s。まあ、S は つけてないです。ついてないです。那个意思没有加那个 S 呢，就表示说不是主权的意思。那没打，后面 right 的话 all 是英文的那个 all 的后面应该要加 S， 可是这个条约里面没有加 S。じゃあ普通は英語で all の後ろの right は S をつけるですね。这个念国际法的那一位，那个叫什么？一番後ろの B のところにジャパンリナウンスオールライトとかありますね。これオールライトっていうのはこれ単数です。オールなのに単数でしょ。つまりライツ、つまり S、 複数の S がついてないですね。でどういうことかというと、普通はオールっていうのは複数を本来表すんだけれども、つまりこのライトがね、抽象名詞なんでしょ。抽象名詞、つまり具体的なものが何もないということは、具体性のある権利については放棄していないと。これが要するに言語学上の 解釈です。でいいかな。いや、はい、いいです。はい、満点ね。満点です。这个ね、这一点呢、有关这一点、在日本念国际法呢、很少在注意这一点。じゃあこの点につきまして、日本で国際法を勉強している方々はあまり気にしていないです。あまり注意していないです。この国際法を勉強している方はね、この問題につきまして、この持って教授に聞いてくださいと。还有1947年的2月10号有一个意大利条约，请看1947年的1947年的2月10号。1947年的2月。二月十号的23条，第23条。見て。All right。意大利。意大利。Renounces all right and title。ちょっと后面少了一个东西。Claim。まあ一つはちょっと抜けてます。Claim ということ。どうして Claim 見まして。いや、なぜ Claim は抜けてますか。因为台湾已经是日本的神圣不可分割的领土，而索马利亚是意大利的殖民地。呀，なぜですかね？ソマリアはイタリアの植民地であります。じゃ、台湾はもう日本の領地であります。所以在那个条约里面是不一样。まあ、したがってその条約の中にはちょっと違う、違う、クレームがないですから、その条約が違います。这两个条约你把它换来换去，第一点、見て。Right and title, nothing。嗯。注意啊。意大利那个就在哎 ，All right, title and claim, 見て。Claim。这 claim 就是领土的意思。领土的主张权。まあ、claim は要するに土地のそういう表してるそういう意味です。所以台湾是日本天皇的领土，没有错。まあこれからこれを見て見ながら台湾は確かに日本の天皇陛下の領土間違いないです。
绝对没有错，绝对没有错，绝对間違いありません。所以美国人感觉真奇怪。いや、アメリカ人はちょっとおかしいと思ってます。我们的条约写这么多，你们台湾人看不懂，日本人看不懂。いや、あの、我々アメリカはこのたくさんの条約を書いているのに、いや、なぜ日本人とか日本の方々とか台湾の方々なぜわからないですか？所以昨天我有讲，日本的问题出在于翻译。まあ去年私も、申し上げましたが。あの日本の問題はやっぱりその翻訳者の問題があります。因为你这个翻译不对的话，那你产生的问题就非常的严重。いや翻訳が間違ったらば、まあ、非常に、まあ、大きな問題になってしまうと。所以今天呢，我的课要上到这里。今日はね、私の授業はここまでです。虽然还有很多的地方没有上，但是以后呢。我们会在日本做一个官网，日文的官网。まあ、しかしまたたくさんの、あの、授業、あの、話したいことがありますが、将来は、まあ、やっぱり一つの、インターネットにね、日本版の日本、あの、インターネットを、あの、作ります。啊，请各位呢，在上我们那个日文的官网啊，来观看。ホームページを作ります。ホームページ。日本版のホームページ。而且我们会在日本的五个地方啊，从五个地方来招收日本的年轻人到台湾来跟我们一起研究。いや日本の、まあ、まず日本の五つのところから、あの要するに募集、日本の青年たちを募集して台湾に来てちょっと勉強します。现在基本上是认为在北海道、东京、大阪、福冈还有四国。まあ、今ちょっと考えているのはまず北海道、東京、大阪、福岡、九州、あと四国、この5つのところから、日本の青年たちを募集して、まあ、あの台湾に来てあの授業、あの授業をあの受けさせます。台湾政府也是希望能够尽一块力量、一点力量来帮忙日本人、让日本人比以前更有信心。いや台湾の民政府もやっぱり日本人に、もっと、その、信念がつくように、やっぱりあの協力いたします。因为我们一直感觉到以前是日本人让我们台湾人有信心。いや昔はねあの、まあ、日本人が台湾に来て我々あのちょっと信念がつくようにねそれは日本人 の、 あのおかげさまであの台湾人があの信念がありました。これから让台湾的整个环境很卫生环境很好，而且教育很好，这一点我们是非常感恩以前的日本人。いやあの昔日本が台湾に来てね、我々台湾の教育あとは、環境にすごくあの貢献しましたが、それは我々台湾人として非常にありがたいです。我相信如果以后日本有任何事情，那我们台湾政府一定愿意出力。而且把它当成是我们自己的兄弟一样的对待。いや将来はね、もし何かあったときに、あの日本何かあったときも、我々台湾政府もやっぱり力を出します、協力します。同じ兄弟のようにね、あのそういう、気持ちでちょっと、手伝いしますと協力いたします。好、谢谢、以上、谢谢。ありがとうございました。以上。It is.